警告の4時になりましたので本日もセミナーを開始していきたいと思いますあの私は富士公衆派工業株式会社の後藤と申しますどうぞよろしくお願いします今日は富士公衆派工業のレーザー焼きれ設備という内容でセミナーをしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますはいそれではですね今日の報告内容なんですけどもまず最初に簡単にいつも通り会社案内させてくださいそしてレーザーの歴史についてまあ今日は設備のことなんでレーザー発信機半導体レーザーの歴史についてちょっと簡単に説明 説明しますそしてあの、弊社が保有しているレーザー発信機について説明します。そして、半導体レーザー、まあ、我々は半導体レーザーばっかりを使って焼き入れをしているんですけども、あのなぜレーザー焼き入れにおいては、半導体レーザーを使うのか、その辺の理由も含めてあの説明したいと思います。そして、5番目、この半導体レーザーの設備、焼き入れにおいてですね、よく使う。あの アプリケーション、アプリケーションという、まあ、あの、オプションですね。あの、オンドフィードバックシステムっていうのがございますので、まあ、それについて説明します。そして最後にまとめということでいきたいと思います。それでは最初に会社案内。えー、設立は、えー、1958年11月に創業しております。創業から、まあ、今で65年経っております。そして代表は、私、後藤がやらせていただいております。そして、所在地の方なんですけども、大阪府堺市、堺区ということで、世界遺産の任徳 天皇陵古墳とかがあるような町でございますそして弊社の仕事あの事業として大きく分けて2つございますまず1つは富士高周波っていう名前の通り高周波やきれの事業部ですねそしてもう1つはレーザーやきれの事業部この2つが主軸となっておりますまず高周波の事業部なんですけども従業員としては16名。 そしてレーザーの方は約12名となっております。で、売上比率もだいたい人数に比例している感じなんですけども、ええー、高周波の方が60%ぐらいの売上、レーザーの方がだいたい約40%の売上となっております。 そして、えー、去年4月から新設しました事業が2つございます。えー、まず1つは設備事業部。こちらの方は1名でやらせていただいております。えー、社内設備の修理とか保全とか製作。まあ、こういったことがまあメインにはなるんですけども、えー、レーザー切れシステムの製作、レーザークラットシステムの製作ということで、弊社にはですね、よくあの、えー、対あの、開発案件で、 来らられれるおお客さんがおらおられますで最終的にその開発された製品が最終的にできたらですねインライン化をしていきたいというような目的で来られるお客さんがいまして、まあ、その時にいつもなら、えーっとまあ、外注にお願いして設備を作ってもらってたんですけども、まあ、その辺の設備の基本設計等と自分たちでできるような環境をこれから作っていこうというふうに考えておりまして、まあ、その,あの足がかりとして、えーまあ、こういった設備事業を立ち上げたということになっております。 そしてもう一つ出雲営業所、これはあの鳥取とか島根とかまあのみならずですね、あの山陰地方および中国地方、四国、九州の営業をあの管轄しております。そして、えー、今年のの月からあのー 始めるインドネシア事業もございます、えー。このインドネシア事業はどういうことかと言いますと、まあ、2023年6月21日にですね、共和合金株式会社、まあ、横浜の方にある会社さんなんですけども、そこさんとパートナーシップ協定を締結しております。そして、レーザー切れ事業の海外展開にあたり、2012年からですね、あの、インドネシア工場を運営している共和合金、 さんのインドネシア工場の片隅を借りてですね、レーザー焼き入れ事業を開始予定ということになっております。まあ、なぜまレーザー焼き入れをインドネシアなのかっていうと、もう単純です。えー、もうこの表があるようにあのまあ、原価を安くしていく。まああの物流コストを加えてもですね、生産コストっていうのは平均大体20%ぐらいダウンできるということが分かっておりますんで、まあ,あのこういったところでやはり日本で作って作ってるとどうしても人件費っていうのが 大きくかかってきますんで、人件費、土地代、工場代、建物代ということで、まあ、そちらのそのへの大枠のコストがです、ね、非常に安いインドネシアで生産することによって、あの根本的なコストダウンを図っていこうということを考えております。 それでは遠隔なんですけども1958年昭和33年から高周を早切れをしておりますまあ当時はですね高周を早切れ IH っていうことなんですけども IH クッキングヒーターあれも高周派なんですけども当時はまあすごく最新技術でしたそして2008年ちょうど50年後レーザー熱処理っていう事業を始めておりますまあ当時はですねこのレーザー熱処理をやってる 事業、あの会社さんはほぼなかったというような時代です。ですので2008年からやってるんで、約今まで16年ぐらい経っております。そして2011年からはレーザークラッティングをスタートさせました。そして2020年からは精密なレーザークラッティング。そして2023年からはワイヤーを使ったレーザークラッド。まあ、これは主に金属の 3D プリンターのところで使っております。 ま、この2020年からと2023年からやってる精密レーザークラットとワイヤーレーザークラット、これに関しては、このセミナーの最後にですね、簡単にですけども、紹介したいなと思ってますので、よろしくお願いします。 はいそれではですね、レーザー焼き入れの基礎,基礎中の基礎のところ、模式図のところをちょっと説明します。まあ、青いやつがワーク、で、黄身、水色のやつがレンズだと思ってください。まずですね、レーザー光がレンズを通して任意のビーム形状でワークに当たる。この任意のビーム形状っていうのは丸であったり、四角であったり、長方形であったり、まあ、そういった形です。そして焼き入れ温度、約1000度ぐらいまでに達したら、レーザー光を移動させます。そして加熱された部分は連続的にワーク内部に熱が拡散します。 この熱が拡散する現象を熱伝導と言います。そして4番目、ピンポイントで加熱されるためですね、焼き入れ効果に十分な冷却速度を確保することができてですね、まあ、硬化していくということになります。それではですね、実際どんな感じなのかっていうのを動画で。 こんな感じでまあ、自己冷却で焼きが入るっていうのがレーザー焼での最大の特徴かなと思います。はい、それではですね、ここから本題、レーザーの歴史から入っていきたいと思います。レーザーの歴史なんですけども、実はそんなに古くなくですね、1960年、約80年ぐらい前、メイマンという方がですね、レーザーの発あ60年ぐらい前、あのメイマンという方がレーザーの発信に成功した。 のが1960年そそしてこから年頃に出たレーザーっていうのは本当に小さいパワーのレーザーで金属を加熱できるようなレベルまでは行ってなかったけどまあ約10年が経つことによってどんどんレーザーの出力が上がってきてレーザーやきれっていうものが検討が本格化、まあ、これ実はですねレーザー溶接とかレーザー切断とかよりも先にレーザーやきれが検討されている。 っていう事実がございます。それで、あの、1974年とか75年、76年、この辺でですね、あの、ギアのレーザー焼きれであったり、エンジン部品のレーザー焼きれがやられてた世界中ではやられてました。しかしですね、あの、こんな昔からレーザー焼きれ出てるのになぜ、この、 あまり知られてないんだっていうところなんですけども、実はですね、当時、まあ、この1970年代、80年代、90年代で出てるレーザーっていうのは、どうしても装置そのもののコストがすごく高かった、そしてやっぱり故障しやすかったっていう信頼性の面でも弱かった、で、メンテナンスもすごく大変で、お金,お金と時間がすごくかかってたということで、なかなかその他の熱処理ですね、高周早焼れとか、新体焼切れ、1970年、80年代の,あの新体焼切れとか、高周波焼れと勝負しようと。 した時にどうしてもレーザー焼き入れというのはコス,トコストがものすごい高いレーザーだったとっいうことで、なかなか世には広まらなかったとっいうことになります。しかしです、ね、この1998年頃だいたい2000年頃ろ、ね、キロワット級の高出力半導体レーザー、これが商品化されまして、一気にレーザー焼き入れというものが市場に広がってきたという経緯がございます、はい。それでは3番目、保有しているレーザー発信機。 先ほど説明した高出力の半導体レーダーについての説明です。えー、っとですね、これはちょっと一覧表にしております、あの弊社が持っているレーザー発信機ですね。まあ、これちょっと全部ではないんですけども、あの弊社今、あのこの LDF5000 っていうのが、この5000っていう数字がだいたい出力を表しています、5000ワット。 4000ワット、4000ワット、3000ワット、ちょっと1000ワット -40 のやつなんですけども、これはですね、ちょっと1ヶ月ほど前に故障しまして、ちょっとこれが今、LDM の2000の40になっております。ちょっとここ、1000ワットほどパワーが上がってます。で、LDF の1 2000アルピオンということで、まあ、もう一つ、メルティオっていうまた新しいレーザーもありますんで、合計で1、2、3、4、5、6、7、8、8台のレーザーを使っていろいろとやっております。 まああのここに焼き、焼き、焼きっていうのがまあ焼き入れで使うレーザー、肉、肉って書いてあるのら肉盛りで使うレーザーになります。ですので、この LDF5000 とか LDF4000 とか LDF12000 とかは、これ焼き入れもするし、肉盛りもするっていうレーザーになります。すべての設備がですね、どっちにせよ、このファイバーレーザーとか CO2 レーザーを使わず、すべてが半導体レーザーの発信機になっております。 それで、まあ、その中の一つ、LDF の4000の40っていう機械なんですけども、これ、まあ,あ、ちょっと特徴的なシステムなんで、ちょっと。 あの個別に説明したいいと思います、まあ、このロボットがここにございますで。光学系があって、それでレーザーがビューって動きながら焼き入れするんですけどもあの、ロボットの動作範囲を超えるような2メーターとか3メーターになってくるとですね、やはりあのロボットの腕だけでは届かないということになります。ですので、このロボットの下にレールがついてまして、そのレールの上を動くことによって長門の焼き入れをするということになります。じゃ実際あの、動画をご覧ください。これはですね約4ミリの <laughs> レールを焼いております <coughs> あ4。ごめんなさい、約4メーターのレールですね。長さ4メーターのレールを焼いております。ですので、ロボットの下にあのレールがつくことによって、長尺もの、大体長さ的には4メーターぐらいまでは対応できますよっていう設備になっております。その他の設備もですね、まあ、それぞれちょっとずつ特徴が違いますので、それはまた、あの、 実際、工場とか来ていただけたらあのお見せすることができるかなと思います。はい、それではです、ね、4番目、半導体レーザーを弊社が使っている理由についてちょっと説明したいと思います。まず、レーザーの種類なんですけども、まず1つ、機体レーザー、まあ、これが一番古いレーザーですね、CO2 レーザーと言われる言い方をします。そして個体レーザーザ これも半導体レーザーとたい似たような時期に出てきたレーザー、ファイバーレーザーであったり、ヤグレーザー。ヤグレーザーは固体レーザーでも全然古い時代からあったレーザーです。ですので、一昔前は CO2 レーザーとヤグレーザーというのが主流なレーザーでした。そしてこの2000年代になってきてから、ファイバーレーザーであったり、半導体レーザーが出てきたというような形です。そして弊社が使っているのが半導体レーザー。 っていう領域になります、まあ、あのそれぞれ細かく見ていくとです、ね、発信形態がそれぞれ違うんですけどもこの辺の詳細はちょっとあの説明は割愛させていただくんですけどもまずこの CO2 レーザーっていうのはいわゆるガウシアン分布っていうあの真ん中がビーム強度が強いタイプのレーザーが出ます。そうなるとですね、まあ、そういったものに対してこうやって、まあ、ちょっとやきれいな話の中で煮くぼりの あの説明して恐縮なんですけど、肉盛りをした場合、まあ、真ん中がどうしても希釈が深くなりやすいっていうような状態になります。ですので、これは、ね、CO2 レーザー、一番メインとして使われているアプリケーション、切断です、レーザー切断って言われるやつです。これも一気に世界的に広がった加工だとは思います。<laughs> そして、固体レーザーであるファイバーレーザーであったり、ヤグレーザー、これもです、ね、実は CO2 レーザーと似たようなものでガウシアン分布の光を出します。まあ、これも同じように真ん中が深くなりやすい。これはです、ね、あの実はこの CO2 レーザーとかヤグレーザーの,あの <coughs> 後継機として考えられているのがファイバーレーザーになりまして、このファイバーレーザーを使えば切断であったり溶接、こういったところに使われるというようになっています。そして最後に半導体レーザーザ これは主にですね、トップハットって言われるようなビーム形状をしてます。あの、ビーム強度分布をしてます。まあ、端っこくっと上がって、真ん中がこれぐらいの硬さで、あ硬さといいますか、強度分布。比較的均一な強度分布で、また端っこになったらゼロに近づくというような形になります。そうなるとですね、こうやって肉盛りをするときに真ん中が極端に強度が強いわけではないんで、比較的平面といいますか、きれいな肉盛層の希釈を 作れるとまあ、こういった方がですね、レーザー、焼き入れにおいても、端から端まで比較的均一な温度に上げれるということで、非常に適しているレーザーになります。ですんで、我々がやっている領域っていうのは、表面処理っていう領域であります。表面処理をする上で、あで、この半導体レーザーっていうのは、焼き入れであったり、肉盛りっていうあのアプリケーションに対して、非常に適したレーザー発信機になるかなと思います。 それで弊社が持っている半導体レーザー、まあ、どこの国のレーザーを使ってるんだということなんですけども、あのドイツのレーザーライン社っていう会社のレーザーを使っております。で、まあ、この会社はまあ比較的新しい、1997年設立です。で、先ほどちょっと説明した1998年頃から高出力の半導体レーザーが世に出てきましたよっていうところなんですけども、この会社のレーザーです。 それで、今、従業員、まあ、これ2020年時点ってちょっと4年前の古いデータなんですけども、だいたい350人で、実績が5700台ぐらい出しているということになります。まあ、あのどうしてもですね、えー、と我々は今あの、日本製のレーザーではなく、ドイツ製のレーザーを使ってます。ですので、あのまあ、仮にレーザーが壊れたりしたときですねあの、内容によってはやっぱりドイツに送り返さなきゃいけない。 ということもございますけど、まああの、国内ではです、ね、丸分株式会社がです、ね、あのサポートしていただいているのである程度のことはできるんですけども本当に心臓部の故障となるとやはり日本ではどうにも対応できないというところが1つの弱点になるかなと思います。はい、それで,です、ね、弊社がまあこのレーザーライン社製の半導体レーザーをこの使う理由について説明します。まず1つ、えー、電気光変換効率が高い そして2つ目、金属、まあ、特に鉄に対する光の吸収率が良いそして3つ目、設備がコンパクトそして4つ目、先ほどもちらっと出ましたけどもトップハットビームの光学系ラインナップが多いっていうことになります。まあこれ 今、この文章だけを読んだだけじゃ、いまいちよくわからないと思うんで、これを一つずつ説明していきたいと思います。まずは、光電気、光変換効率が高い。これはどういうことなのかっていうことなんですけども、例えばこの CO2 レーザー、半導体レーザー、この2つにですね、投入電力100、同じ電力をかけました。そしたら最終的に光としてどれぐらい、あの、 出すことができるのかということをあの電気光変換効率と言いますまず CO2 レーザー100の電力に対して10の光が出せますそして90は排熱ですね、まあ、ちょっと無駄になってしまうとで逆に半導体レーザー50の光を取り出せますそして50は排熱ということになります、まあ、これを見た感じでは明らかだと思います半導体レーザーの方が電気光変換効率が高いということが言えます それでですね、この排熱が多いっていうことはどういうことを意味するのかっていうとですね、これ排熱をすると、排熱が多いとですね、それを冷却するためのチラっていうものも、まあ水を、あの温度を制御するものですね、もう大型となるということなんで、CO2 レーザーの場合はですね、あのまあ発信機の値段もそうなんですけども、チラーも結構大型になりやすいんで、どうしても価格が上がりやすい傾向にはあるかなと思います。そして2番目。 鉄に対する光の吸収率が良いということなんですけども、これはです、ね、あの吸収率のグラフなんですけども、あの縦軸に吸収率、横軸に波長ということになっております。まず、ね、CO2 レーザーの波長、だい,たいあの1万ナノメーターぐらいの波長になります。まあ、これが CO2 レーザーの光の波長になります。そしてファイバーレーザー、だいたい1064とか、まあ、1000ちょっとぐらいの波長がファイバーレーザーです。 そして半導体レーザー、まああの。半導体レーザーもだいたい900から1000ぐらいの範囲はあるんですけど、1100ぐらいまでの範囲はあるんですけども、だい,たいまあ900ぐらいが多いかなと思います。これぐらいの波長帯です。それをですね、じゃあ吸収、どんなものなのかということを表したグラフはこれです。鉄っていうのはですね、波長が短ければ,あ長,ければ長いあ、短ければ短いほど 吸収率がが良くなるいいう傾向がございます。例えば CO2 レーザーこの交点を見ていただくと大体吸収率約10%っていうことが分かると思います。そして、えー、半導体レーザー交、まあ、点を見ていただくと大体40%ぐらいの吸収率になります。ですんで半導体レーザーっていうのはですね CO2 レーザーと比較して吸収率が高いっていうことが言えます。ですんであの CO2 レーザー、鉄に吸収させ、光を吸収させようと思ったら、あの1000ワットの光を出してもですね、大体100ワット分しか鉄に吸収されません。逆に半導体レーザーは1000ワットの光を出せば、400ワットぐらいが鉄に吸収されるということで4、約4倍ぐらい温度が上がりやすいっていうことが、簡易的には言えるかなと思います。じゃあ、果たして、具体的に、じゃあ,あ、の光の吸収率が低いとどういうことなのかっていうことをちょっと。 簡単に図で説明しますまず CO2 レーザー 1000W の光を出しました。まあこれは鉄に対して大体吸収率10%ですっていうことになったら 900W が反射して 100W が入っていく。かたやレーー半導体レーザー 1000W の光が出したら大体 600W が反射して 400W の光が鉄に吸収される。じゃあ最後に 400W の光を金属に入れようと思った時にどれぐらいのパワーがいるか。 CO2 レーザーで吸収率10%ということで加味したら大体3600ワットの光が反射して必要な出力は4000ワット。ということで金属に同じようなあの光のエネルギーを入れる時400ワットのエネルギーを入れる時に半導体レーザーやったらだいたい1000ワットで済みます CO2 レーザーだったら約4000ワット必要ですっていうことになります。 それで、ですねこの吸収率っていうのも、あの実はあのいろんな方法を使えば上げることもできます。まあ、例えば、ですねこの吸収剤を塗布しますっていう方法がございます。まあ、表面をですね黒く着色することで吸収率を強制的に上げることっていうのはできます。だからここののの半導体レーザーとレーザーーーザザと CO2 CO2 レーザーの吸収率が悪いっていうデメリットをある程度はカバーすることはできるんですけども、まあ、これやはり吸収剤を塗るっていう行為そのものが鉱数を増やすことになりますんでコストアップの一つの要因なのかなと思います。ですんで吸収率が低いとですねより大きな出力のレーザー発信機っていうものが必要となります。 そして吸収剤を塗布するっていう方法もあるんですけどもこれはやっぱり鉱数を増やすっていうことでコストアップの一つの要因になりますのでできれば吸収剤は塗らん方がいいよねっていうことが分かるかなと思いますじゃあですねあの先ほど1番と2番電気光変換効率っていうものと吸収率っていうものをこれ2つ掛け合わせて考えた時じゃあ投入電力に対して最終的に吸 金属に吸収される光の量はどんだけなのということを比較したいと思います。まず CO2 レーザー 100, 100の電力を入れます。そしたら先ほども言いましたように CO2 レーザーの場合は10のレーザーの光が出せてそして金属に10の光が当たります。そして金属温度は上がりますけども吸収はあくまで1となります。そして排熱の方なんですけどもこの発信器の方で90の排熱がございます。 それで反射の方も9反射しますんでまあ言うたらですね投入電力100に対して実際金属に吸収されるのがたった1ということで100分の99はまあこのエネルギーとして外に捨てているというような形です片や半導体レーザー投入電力100に対してレーザーの光は50取り出せますそしてあの金属に50の光が当たったき温度上がりますと 温度上が,る上がって、まあ、大体20の吸収があって、えー、30反射するということで、まあ、全体的に行くとです、ね、半導体レーザーの発信機だけでいくと、排熱が50、そして反射が30ということで、大体お,およそ100の電力に対して20の吸収があるということで、ゴミ箱にしているのは80。まあ、これでも大概多いなっていう感じがするかもしれないですけども、CO2 レーザーに比べれはまだまだマシな。 状態だとは思いますですので同等のエネルギーを金属に与えるためにはですねこの発信機の効率そして、えー、っとこの CO2 の波長半導体の波長ということまで加味していくと約20倍の投入電力っていうものが必要になるということがわかるかなと思いますそして3つ目の理由設備がコンパクトっていうところですねここのののレーザーザラインのこの 半導体レーザーには大きく分けて2つのタイプがございます。1つは LDM タイプ、もう1つは LDF タイプということなんですけども、まずこの LDM タイプ、あのー、大体幅が19インチ、480ミリぐらいです。ですので、19インチラックに入る小型のレーザー、外部信号でレーザーを発信させます。まあ、外からの IO 信号ですね。で発信。 あのコントロールしますで、ファイバーは基本1本のみ。で、2022年現在、まあ,あ、ちょっと現在というのもちょっとおかしいんですけども、大体いいこの LDM タイプでも最大出力は 8kW と言われています。まあ、これはちょっと今2024年なんで、あのもうちょい上がってる可能性はあります。で、次に LDF タイプ。 これは大体サイズ感といえば大型冷蔵庫ぐらいご家庭にある大型冷蔵庫をイメージしていただいたらいいと思うんですけども大体それぐらいのサイズ感でございます。それで内部信号でレーザーを発信できるだから LDM と違うのはもう LDF の,あのタッチ右上にタッチパネルっぽいのが見えると思うんですけどもここの操作でレーザーを発信することができる。 そして多数のファイバーで伝送できる。ですので、あのこの一つの発信機に1本でも2本でも3本でも4本、まあ、いろんな数のファイバーをつけることができますので、多数ファイバーがつく使えるということがいいところですね。そして2022年現在、まあ、これもちょっと2年前ですけども、まあ、だい五キ4 5ットぐらいまで光が出ますということになります。ですんです、まああのー 最近、我々も購入するのは基本的に LDM タイプです。やっぱり殻が小さいので、多少同じパワーでも LDM タイプの方が安くなりますので、まあ、システムに組み込む場合っていうのは、基本は LDM タイプ。で、多数のファイバー、1つの発信機から4つも5つもファイバーを出したいっていう時は、LDF タイプを使うということで、まあ、そういった使い分けができるレーザーになっております。 はいそれでですねまあこういった設備がコンパクトだよっていう特徴を生かしてですね弊社は実は出張レーザー焼きれシステムっていうものを作っておりますそれでこれはですねあの LDM の4100のレーザーをですね、まあ、1つのユニットにしましてそれを4トントラックに積みまして、えー、お客さんのところに行ってレーザー焼きレシステっていうことなんですけどもまあ、ちょっとこれはその時実際お客さんのとこ行ってやった時の 写真なんんですすけどもすいませんちょっと実際の写真は出せなくてですね、あれなんですけども、まあ、2016年1月にこれ製造しまして、まあ、あの4トンのエアサス社で、まあ、全国国内なら一応どこでも焼き入れし,、ま、焼き入れしに行きますということで、まあ、ワークがですね大体この時で10トンぐらいのワークとか、あの15トンのワークとか、まあ、そういったワークになると、弊社の工場は3トンぐらいまでしか入らないんで、ちょっとあのとってもじゃないけど、弊社では冷蔵焼き入れできないと。 ということになりますですんで、まああので、まあ、10トン20トンのワークを、まあ、あの運ぶよりも、えーまあ、こういった4トンで、まあ、大体全部の重さで2トンぐらいになるんですけど2トンぐらいのワークを、えー お客さんのところまで運んで、お客さんの方うはまあ機械からできるだけ外さずにですね、必要なとこだけをレーザーで焼くっていう行為をした方が、当然、コスト的には安くなるかなと思います。ですので、そういったところで出張レーザー、このコン設備がコンパクトだよっていうことを、あのー、利用してですね、出張レーザー焼きれっていうこともやっております。それで最後に4番目ですね、トップハットビーム光学系のラインナップが多いっていうことなんですけども、まあ,あ、当然、 レーザー焼き入れっていうのはレンズを通して光を当てますそれで光を移動さすことで焼き入れしますっていうことなんですけどもまあこのレーザー焼き入れにおいてですね一番やはりノウハウになる部分っていうのはレーザーのパワーでもレーザーの移動速度でもないです一番ノウハウになるのがレーザーのビーム形状どういう形状を使って焼き入れをしているかここが結構一番のノウハウになりますまあ例えばですねこういう長方形から正方形から丸から なんか長細いやつからいろんなビーム形状ができます。これがレーザーラインの最大の特徴かなと思います。ですので、あのラインナップが多いとですね。様々な形状なワークに対応できます。まあ、これはですね。高周波でいうところのたくさん高周波や切れ用のコイルを持っているって言うことに等しい話です。 でですんで、まああのレーザー系って一口に言っても何でも同じビームでできるのかっていったら決してそうではなくですねお客さんの求めるあの熱処理規格に対してそれを満足あの最適に満足させるためにはやはりこういうビーム形状がいいああいうビーム形状がいいっていう最適なビーム形状っていうのは存在しますんで、まあ、そこに関しては細かくは あの一番のノウハウになりますので我々も言えないんですけどもまあそういったところが一番あのレーザー液入屋さんの,あの腕の見せ所かなとは思いますそしてまずレーザー液入っていうのは先ほど言いましたトップハットのビームを使いますじゃあなぜトップハットなのかっていうことなんですけどもあの仮にですねこれガウシアン分布のビームと 長方形のビームが存在しますっていうことをちょっと仮定します。そしたらガウシアンブービームはどうしても真ん中が強いビームです。そうなるとですね、焼き入れすると中央部がどうしても深く入りやすいっていうことになります。で、トップハット、端から端までだいたい均一なビームですよってなったら、高化層っていうのはある程度均一な高化層深さになりやすいっていうことで、まあ、やはり焼き入れで求められるのはどっちかというと均一な高化層になります。 そして中央部が深いっていうことは中央部の温度が高いっていうことが一応言えますですんで中央部があの温度が高いとですねどうしても中央部だけあの溶けてしまうとかいうことになりますですんでこの中央部の溶けをあのなくすためにレーザーのパワーを落として焼いてしまうと次は焼き幅が焼きの幅がなかなか出ないとか硬化す加おさがあまり稼げないとかまあそういったことにつながってきます ですので、この表面処理っていうのは、焼き入れにおいては、表面処理っていうのは、焼き入れに、焼き入れは表面処理に分類されますんで、この表面処理においては、このトップハットビームの方が安定して、焼き入れができるっていうことが言えます。それで、あのこのビーム形状っていうのがですね、まあ、今はすごく使いやすい。 あの光学系ってていうレンズが出ておりますこれズームホモジナイザーっていうんですけども、まあ、あの一般的にこの固定ビーム光学系っていうのは、まあ、あのこの銀色のやつです、まあ、あの大体決まったビーム形状しか出ませんっていう感じですまあこれのレンズをいろいろ組み替えることによっていろんな形状は作れるんですけどもあくまでレンズを入れ替える必要がございますこれってやっぱり30分とか40分かかっちゃいますレンズの入れ替えだけで。 まあ高周波でいうコイルの付け替えみたいなものですね。そういったものになります。そして、ズームホモジナイザー、まあ、こういう箱みたいなものです。まあ、こいつはですね、まあ、ちょっと先にごめんなさい、固定ビーム光学系のことを説明すると、まあ、ビーム形状っていうのは、レンズの組み合わせを変えることで可変できます。レンズを変えることで。で、ズームホモジと比較して、安価になります。安くなります。 それで弊社の場合ですねこれでもまあ,あのいろんな光学系を持ってますんで100種類以上のビームの形状を選択可能ですただし1種類1種から変えるのに30分40分の時間がかかっちゃいますかたやこのズームホモジナイザーはこれ010ボルトの外部からの信号で可変ビームの形状が可変可能です まあ基本的には、ですね、区形ビームで使用するものなんですけども、大体、X 軸で6から36ミリ、Y 軸で6から116ミリぐらい動くような光学系になります。で、偏射の場合ですね、最大116ミリ幅での照射が可能なズームホモジナイザーも持ち合わせております。ですので、まあ、こういったこの使い分けなんですけども、固定ビームの方がなんか、あんまりよろしくないんじゃないのっていうイメージを持つ。 持たれる方がおるかもしれないんですけども、我々の使い分け、多品種、少量品、一品ものに関しては、ズームホモジナイザーの方が圧倒的に利便性はいいんで、ズームホモジナイザーを使います。逆に、量産品ですね。量産品になると、ビーム形状決まってる状態です。ビーム形状が決まってる状態であれば、ズームホモジナイザーを買うよりも安価な普通の固定ビーム、光学系を使った方が よっぽど安価になりますんで、量産は固定ビーム、光学系を使うというような使い分けをしております。じゃあ実際、ズームホモディナイザーの動画をご覧ください。まあ、最初は15ミリぐらいの幅で焼いてて、中の電気信号をちょっと変えていくことによって、だん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 幅を広げていっております。ですので、途中で焼き入れ幅を変えてる状態ですね。これ、高周波でやろうと思っても、なかなかできなかった技です。 そしてビーム幅をビューって狭くすることもできます。だいたい1、2秒ぐらいであのビーム幅も変わっていってます。こんな感じです。じゃあ次に100ミリ幅の焼き入れですね。人間の手が右上に映ってるんで、ちょっとなんとなく日がわかるかもしれないですけども、これ100ミリ幅で焼き入れしてます。もう一回いきますね。100ミリ幅。 ですので、レーザー矢きれって言っても、全然狭い範囲ではないです。もう今は100ミリ幅ぐらいまで矢きれができるような環境にはなっております。 ははいそれでは最後、5番目、温度フィードバックシステムについて説明したいと思います。まあ、レーザー焼き入の温度フィードバック制御、まあ、熱処理といえば、ですね表面の温度を何度ぐらいで保って焼き入れをしたかっていうのがやっぱり命になってきます。表面温度が命になります。ですので、表面温度を測りながらパワーを勝手に制御するようなもの、これを温度フィードバック制御と言います。まず、ですねレーザーの光がここで出ます。 そしたら当然加熱されあの光が当たっている部分は加熱されます。その加熱された部分をの,あの放射熱をです、ね、放射温度計が取りましてその温度を表あの機械に送り込んでいきます。 そして、この右のグラフを見ていただいたら分かるように、これがレーザー出力になります。で、これが実際の青い線が実際の温度。まあ、ここ、よく見ていただいたら800っていう数字を書いてるんで、まあ、800度に合わせて焼き入れをしましたっていうことで、最初はちょっとパワー高めになって、まあ、だんだん温度が安定してきたら、ちょっとパワーがだん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 下がってくるっていうような感じですね。 ですので、す加工点の温度をフォーシャ温度計で測定します。これ、リアルタイムで測定します。そして、大体10ミリセックに1回測定をして、その出力を PID 制御でパワーを制御していくという形になります <coughs>。実際の動画をご覧ください。今、実際、これ、板を焼いております。板を焼いてて、横にフィードバックシステムの温度が表示されています。まあ、大体1070とか1080ぐらいの温度で設定はしております。 まあこんな感じで、まあ、10度、20度ぐらいのばらつきはありますけれども、これは、まあ、ばらつきの範囲内ということで、まあ、こういうふうに温度を自動的に制御しながらパワーを勝手に振っていってるっていうような形で、まあ、より安定した焼き入れができるということになります。まあ、実際ですね、ちょっとこの辺、あの最初細くて、途中太くて、また細くてっていう、これの,あのと、えー、パワーの。 関係性なんですけども最初は温度をギャーンと上がりますこの青い線は温度ですそしてあのこの辺になるとちょっと温度が安定してきたんでパワー下がりますでちょっと行ったらだんだん広がってきます広がってきたらビームが広がるにつれて当然投入パワーも増やさなきゃいけないんでパワーをずーっと増やしていっていますそしてちょっとま,まっすぐのところが安定したところがあってで次どん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 次幅を狭めていってます狭めていくと当然パワーも 減減らさななきゃいけないいけでっっていってますそしてまた最後に向かってちょっと広がってっていうことなんでちょっとパワーが広がって最後ちょっと安定してくるとまあその時ですね実際の温度っていうのは設定温度に対してほぼほぼあの一定の状態ですただビームが勝手に広がったり狭まったりする中で投入すべきパワーが変わってきますんでそれで制御されてるというような状態です ですね、制御というのは比較的シンプルでございます。表面温度が上がれば出力を下げます。表温度が下がれば出力を上げるというシステム。まあ、ただしです、ね、この放射温度計で取得する温度が外乱、ね、この煙とかレンズの汚れなどで正確に取得できるということが、これはもうこのフィードバックシステムを使う上で一番重要なことになります。ですので、外乱がもうできるだけなくすような環境をどうやって あの装置として準備するかっていうのが非常にポイントとしてはなってくるかなと思います。はい、それではまとめです。えー、最後にですね、1970年頃のレーザー発信機っていうのは、既存の熱処理と比較,して比較してもですね、どうしても装置が高くてコスト等で勝てなかった、だからなかなか広がらなかったということがあります。そして半導体レーザーっていうものはですね、電気、光変換効率とか、光の吸収率の面で非常に優れております。そして3つ目。 レーザー焼きレにはビームの強度分布ですねガウシアン分布よりもトップハット分布っていうものが適しているっていうことが言えるかなと思いますそれではですねちょっと冒頭に言いましたマルチビームのレーザークラッドとメルティオについて説明したいと思いますまずこのマルチビームっていうのは DDL 半導体レーザーが6本使ったレーザーになりますで消費電力はだいたい1500ワット、は、最、い、をご覧ください 精密レーザークラッティングとは、ダイレクトエナジーデポジション方式の一種で、6本のビームを1箇所に収束、中心から粉末を供給し、多種多様な金属の肉盛層を精密に形成する技術です。従来型は、中心からレーザー光、サイドから粉末が供給され、レーザー光で生じた溶裕値に粉末が投入されます。粉末マルチビーム式は、 サイドからレーザー光、中心から粉末が供給され複数レーザーで粉末を直接用融します実際の精密レーザークラッティングの映像を見てみましょうやあこんにちは。見りりりり中のの動画は、行ったり来たりの繰り返しで退屈だから、僕が 少し解説するねこの精密レーザークラッディングというのは内閣府主導の戦略的イノベーション創造プログラムで開発された技術なんだ、うん、世界初で激圧な技術なんだよ何がすごいのかというと部品の表面だけにできるだけ薄くそして強固に高級材を見くもりすることで 部品の低コスト化、高機能化ができるんだ。今回は3種類の粉末の事例動画を見てもらってるけど、肉盛り粉末はどんな種類でも大丈夫。さて、どんな膜ができたのか結果を見てみよう。 機能性の高い極薄の膜ができたね精密レーザークラッティング技術で他の肉盛り技術ではなしえなかった希釈のある薄くて硬い膜を形成できましたはいそれでは次にあのメルキィオ社の。 3D プリンティング装置について説明します。こちらはですね、メルティオ社っていうのは、スペインで創業されております、2019年、つい最近ですねで、創業3年の間で約300台ぐらい設備を売っております。そしてこれは、3D プリンター業界っていうのは、比較的手のひらサイズの,あのものを金属プリンティングをするっていうのがメインだったんですけども、これは大型のものが肉盛り、あの造形できるっていうものになります。実際動画をご覧ください まあこれはだいぶ早送りをしてるんであのすごく速く見えるんですけども実際はこんなスピードではないです、まあ、こんな感じですねロボットの可動範囲のであれば何でも肉盛りができちゃいますよっていうのがこの機械の特徴です大体高さ的には大体1メーター半ぐらいございますそしてですね、まあ、こういったものもできます えっと、これも、すごく早く見えますけども、左に書いてある印刷時間82時間20分ということで、約3日から4日かかっております。まあ、こんな感じですね。もうきあのー、500パイのものをえ、あのー、円柱のものを作っております。あ、球体のものを作っております。 まあこれも重量的に、ね、30キロぐらいのものを作ってるんで非常に時間がかかってるものになります。まあ実際ですね、これ,これを500パンのやつをゼロからなんか材料から作ろうぜってなったら材料調達から始まって板金屋さんに行って溶接屋さんに行ってっていうことでやっぱりそれあっちこっち行ったらしたらまあ81時間なんて当然のごとく超えてしまうと思います。ですんでまあこうやってあのゼロの状態からもうワイヤーだけあればすぐにできてしまうというのがこのマルチビームの、えー レーザーザの特徴になります、まあ、こういった感じの動画をですね、あのー、ちょっとメルチューに関する動画はまだ出してないんですけども、高周波やきれであったり、レーザーやきれ、レーザークラッテング、精密レーザークラッティングの動画、あのー、弊社の YouTube チャンネルでございますんで、また、あのー、お時間がございましたら、ぜひとも見ていただけたらなと思います。それではですね、あの本日のセミナー、以上で終わりたいと思います。えー、本日はですね、まずはあのー、ご清聴いただき、どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。